こんにちは、ヨガ講師のタカです。今年の、ね、5月の14日はヨガの教えによるとアクシャトリティアといって、この日は1年で最も縁起がいい日なんです。で、このアクシャトリティアについての詳しい情報はこちらの動画で紹介しています。でね、この日アクシャトリティアの日に何かを始めると、それは絶対にね、うまくいくんだそうですよ。そしてこの日に始めたことはですよ、永遠に続くんですよ。素晴らしい日だと思いませんか？なのでこの日すごい大事ですからね。この日に何をするかってものすごく大事なんです。で、この日にね、何をしたらいいのかについて、僕の友達インド先生術、インド先生術って5000年以上の歴史ありますからね、そんなインド先生術の鑑定士であるマービルに聞いてきました。そうするとね、5月の14日ね、この永遠に続きの日ですよ。何でもうまくいく日、まず絶対これやった方がいいよ。マービルのおすすめは金を買うことです。金を買うこと。で、なんで金を買ったらいいか、これについての詳しい情報はこちらにありますから、ぜひご覧くださいね。で、最も重要なこと、まあ、金を買うことも大事なんですけども、これも大事だって言ってました。それは、マントラを唱えることです。だからこの日にマントラを唱えるとですよ、ね、そのマントラの効果がもう永遠に続くということですから。で、マントラって、心を整える道具のことを言います、うん、心を整えるための道具がマントラね。だからこのマントラを唱えることで心を整えることができる、心を浄化することができる、エネルギーを浄化することができる、そして何よりもカルマをね、浄化、カルマを解消することができるんですよ。で、この日5月の14日アクシャトリティアに絶対に唱えたらいいという特別なマントラがあるそうなんです。それをマハビルに教えてもらいましたから、ぜひね、これ一緒に唱えてみましょうね。そしてマービルが唱えてくれたマントラ、これなかなかね、全部は唱えるのは難しいと思うの で、マービルが唱えてくれたね、マントラを何回も繰り返して、最後にただ聞くだけでも効果があるようにね、何回も何回も繰り返して編集しておきましたから、ぜひ最後までご覧ください。そしてできればこのうちのね、もう一行でいいから唱えた方がいいですよって言ってますからね、これぜひ一緒に唱えてみましょうね。それぞれの日に唱えるマントラがあるので、私この日にもう一日中ジャイナ教のマントラとなるので、今話しますのでね、ぜひその中の一つ行でも唱えたらいいと思うので、マントラ唱えますか？はい、お願いします。はい、ナモアリハンタナム、ナモシッダーナム、ナモアイリアナム、namo loya savasaunam esa pancha namakkaro sava paapanasno manglanancha sanseti padamam havai mangalam koi phana mantra chato muskashi to mo demo saisha namo arihantanam namo arihantanam arihantanam namo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  arihantanam。それね、唱えても私いいと思います。あ、それだったら唱えられますよね、うん、その日にぜひ唱えた方が私いいと思います。意味は、意味は私が正直言うとジャイナ教のマントラしか知らないし、その中にいろいろそのジャイナ教のその24 の、 その神様になる人物たちの名前とか、あるいはその幸せになりましょうとか、何も悪いことしましょうとか、しないようにしましょうとか、虫を殺さないようにしてましょうとかね、という意味なんですよね。そのジャイナ教の教えが全部詰まってるんですか？そうです、そうです。マンガラムって最後に来るということは、皆さんがちゃんといいことをやって、皆さんが幸せになってくださいと、皆さんが喜びを得てくださいと、皆さんの繁栄になってくださいとね、という意味なんですよね。大事なマントラなんですよ、これ。そう、インドジャイナ教として大事なマントラです。一応何、効果的にはこれはどういうのか、うん、自分がやっぱカルマが解消、カルマ解消する。ジャイナ教の人たちが本当にもう100% ジャイナ教という人たちがこのマントラしか唱えないんですよ。だからガネシャのマントラとか唱えない人たちもいます。それぐらい大事ってことか、うん、そうです、そうです。その瞑想とかするときも何かするときもこのマントラしか唱えないんですよ。じゃあ何、一般の人はどう、その5月の14日に、うん、例えば毎日1回から108回くらい唱えるとか、108回唱えてもいいと思うし、ね、今まで唱えてない人たちが、ね、
たった 1回でも2回でも10回でも唱えられたらいいじゃないですか。マントラって基本的にどんなマントラでもいいんだ、私の考えですよ、はいはい、どんなマントラでもいいけど唱えれば唱えるほど、うん、あなたたちのその前世のカルマはちょっとずつ回収していくんですよ。それを何回唱えることによって、あの占いで10室とある、12室とあるんですよ。1室、2室、3室、4室それぞれに意味があるんですけど、何回か何回か唱えることによって1室、ね、浄化されました、2室浄化されました、3室で12室浄化して、12室は浄化したら初めて目者だから。あ、そうかそうか、回数ごとにこうあれが、そうですそうです、全部解消するまでのさ12部屋が浄化されるのは、うん、その人その人によって回数が違う、違うんです、違うんです、全然あのね、あの何回唱えたらいい、何回唱え、私がそう思う、何回唱えてもいいといつも思うし、で私現に、ね、この今のさっきのジャイナクのマントラもそうだし、他のマントラもそうだし、何回何回となるんですよね。だって人間が時間あるから、人間が20時間の中の、ね、6時間とか7時間とか8時間寝ても、10時間仕事しても12時間仕事しても、残り時間が、ね、たくさんあるから、その中の30分も1時間も2時間も瞑想だとかヨガだとかそういうものをマントラ取れることにしたら、何にも罰当たらないので、逆にプラスになっていくんですよ。逆にプラスになっていくんです。それはどういうふうなプラスかというのは、精神的にもプラスになっていくし、前世のカルマも回収すると、ダブルでプラスだから。人間精神的にプラスになると間違いが少なくなるじゃないですか、イライラが少なくなるじゃないですか、だから効果が抜群なんですよ。だから神様も言うんですけど、ね、1日20時間だからたったの5分から10分から10分があなたたち私を思い出したら、あなたたちのためにプラスだから、絶対マイナスにならないので、どうせあなたたちが、私はこの世の中に生かしてるか から人間として生かしてるから、それはあなたたち素晴らしいし、しかも幸せになるために生かしてるから、あなたたち幸せになってくださいと。で逆に悲しくなったら、ね、大変だったら私は困りますよと言ってるから、それだと我々は人間が日常生活の中に気がつかないで、何も神様のこととかヨガとか瞑想とか、ね、やらないことがあまり良くないなと思うんですよね。ナモアリハンタナム、ナモシッダーナム、ナモアイリアナム、ナモロヤサワサウナム、エソパンチョナマカロ、サワパオパナスノ、マングラナンチャサンセティ、パダマムハワイマングラム、ナモアリハンタナム、ナモシッダーナム、ナモアイリアナム、ナモロヤサワサウナム、エソパンチョナマカロ、サワパオパナスノ、マングラナンチャサンセティ、パダマムハワイマングラム、ナモアリハンタナム、ナモシッダーナム、ナモアイリアナム、ナモロヤサワサウナム、エソパンチョナマカロ、サワパオパナスノ、マングラナンチャサンセティ、パダマムハワイマングラム、ナモアリハンタナム、ナモシッダーナム、ナモアイリアナム、ナモロヤサワサウナム、エソパンチョナマカロ、サワパオパナスノ、マングラナンチャサンセティ、パダマムハワイマングラム、ナモアリハンタナム、ナモシッダーナム、ナモアイリアナム、ナモロヤサワサウナム、エソパンチョナマカロ、サワパオパナスノ、マングラナンチャサンセティ、パダマムハワイマングラム。